A1 はイギリスとノルウェー出身の男性4人組グループ。イギリスで1999年 BE ザ・ガ e スト r s t 2 b e ーブ UK チャート6位でデビュー。2曲の UK チャート1位と8曲のトップ10を記録している。2001年にはブリッドアワードでブリティッシュブレイクスルーアクトを受賞している。2002年10月に最年長のポール・マラッツィが脱退。その後解散。 2009年8月に、ポール・マラッチ抜きでの再結成を発表した。その後ノルウェーで、Take You Home、Don't Wanna l o s e You Again そして In Love and I Hate It の3つのシングル曲を発表。2010年10月11日にはノルウェーで8年ぶりとなる4枚目のアルバム Waiting for d イ y l i g h t を発表した。2012年には5枚目のアルバム Re-Discovered を発表。 2018年より、ポール・マラッツィがバンドに復帰。踊って、歌えて、楽器も演奏できて、作詞作曲もできるというコンセプトの元ステップスを手掛けたティム・バーンがプロデュースした。最初に、スペインでポールを発掘した。ポール・マッカートニーが創立したリバプールにある、音楽学校リーパに留学中だったクリスチャンが、先生の推薦により加入。その後、 ライブを見に来ていたマークをスカウトし、マークと同じバンドにいた元聖歌隊で、ローマ法王の前で歌声を披露したこともあるベンが、加入。その後イギリスでアルバム A1 ファーストを発表。2枚目のアルバム A リストからは、アーハの代表曲 Take On Me が、UK チャート1位を記録。さらに Same Old Brand of New You も UK チャートで1位を、記録する。 3枚目のアルバム Make It Good ではロックよりのサウンドになった。またライブでもマークがキーボード、クリスがギター、ポールがタンバリンのようにこれまでのダンスからバンド形式でパフォーマンスをするようになった。2000年1月に初来日し、同年3月にはプロモーションで47都道府県を丸1ヶ月間かけて縦断した。 ベンは2005年にシングルソーリーを発表。クリスチャンは母国ノルウェーに戻り2003年シングルインラブウィズアンエンジェルを発表。その後3枚のアルバムをノルウェーにてリリース。マークは解散後様々なアーティストに曲を提供。2009年にはピースエティラストを発表している。ポールはスナックスビーというバンドでプレイしていたが今は DJ をしている。 ベン・アダムス・クリスチャン・インゲブリグトセン・マークリード・ポール・マラッツイ。ありがとうございます。